俗信、俗信とは、社会において広く流布され伝承されてきた、物事の捉え方や考え方、また考えられた内容を言う。なぜ、そのような把握や考えが妥当かということについては、昔からそう言われているというような歴史的な、継承性や、社会的な流布性の事実を根拠にする。俗信は、迷信と異なり、必ずしも間違った考えではないが、 なぜ正しいのかという根拠が、伝承や社会でのルフに依拠しているため、しばしば誤尾や空想や錯覚であることがある。しかし、俗信の中にも、科学的な事実が明確でなかった時代の経験を通じた知恵が含まれることもある。俗信は、通俗信仰、または、通俗信念の略だと下せられるが、いくつかのタイプがあるとも言える。何をしてはならない。 何をするべきである、何をするのが良いなど、人々の行動のありように対し指針や規範を与える、俗心がある。このような俗心には、古い時代は、社会生活において、合理的な背景があったが、時代や場所の変化によって、意味が不明となったものなどがある。例えば、現在はほとんど廃れたが、半世紀ほど前には広く流布していた俗信に、食い合わせというものがあった。 これは特定の食品を同時に食べると有害であるという考えである。例えば、スイカと天ぷら、うなぎと梅干し、とうもろこしと氷水などがある。これらの食い合わせは、過去においては何かの合理的な理由があったと想定できるものがあり、また、とうもろこしと氷水のように、現在考えても消化に良くないものなどもある。しかし、多くの食い合わせは、 なぜそれが体に悪いのか、根拠が不明である。占いは、事実に属するが、なぜ占いの結果が有効なのか、合理的に根拠が不明なものが多い。しかし、エキセニやタロット占いなどは、占う当人が対象事象について知識を持っている場合は、普段の物事の把握とは違う視点から事象を判断するという作業が要請され、 意識的には思いつかなかったような出来事のありようを判断できることがあるという点からは合理性がある。縁起が良い、縁起が悪いというのもいろいろな場面で使われるが、なぜ縁起が良いのか、なぜ縁起が悪いのか、合理的根拠が不明なものがいろいろとある。歴史的に遡ると意味がある場合もあれば、歴史的に遡って確かに何かの関連性はあるが、因果性は、 不明なものもある。鶴と亀は縁起が良いというのは、両者は長命の象徴と考えられているからであるが、亀は確かに動物の中では、長命な方であるが、鶴は長命とは言えない。古代中国の医学で鶴の肉を食べると長命になるという教えがあるが、合理的な根拠が不明である。しかし、鶴が蝶名のシンボルや縁起の良い動物となっているのは、 この古代中国の医学から来ているとも考えられる。北枕は縁起が悪いというのも仏教の階祖である釈迦尼が弱滅した時頭部を北の方向に向けて横たわりそのまま世を去ったためであると言われる。北枕は偉大なものの滅びを暗示するというので縁起が悪いのだと考えられる。これに似たもので数字合わせや語呂合わせの類の俗心がある。 キリスト教文化では、十三という数字は、縁起が悪いとされ、これは、救世主キリストが、ゴルゴタで十字架に貼り付けされなくなったのが、十三日の金曜日であったためとされる。十三号室という部屋番号は、聖王では避けられているとされる。六百六十六は、ヨハネの目視録十三章十八節で、獣の数字とされており、それが転じで俗に悪魔や悪魔主義的なものを指す。 数字とされる場合がある。日本では建物の部屋番号、駐車場の区画、パチンコの台番号などで4号、9号、29号、42号など4および9のつく番号がわざと存在しない場合がある。また観光バスの号車数では欠番を出すと都合が悪いので4号車を十号車などと表記している場合がある。これはは 一、九、九は、九に通じ、縁起が悪いとされるためである。しかし、他方で、四という数字は、四つ用のクローバに見られるように、縁起の良い数字だともされる。雪男や、山の怪物、森の巨人などは、世界中の文化で、伝承や伝説がある。これは、別の動物を誤認したか、または、生活様式の異なる人々を、自分たちとは、 別の存在だと考えて、怪物の一種と捉えたのだとも考えられる。日本の山男、山馬などは平地で農耕生活をしていた人々が山にあって森林の文化の中で共同体を築いていた人々をこのように呼んだのだという可能性がある。ヒマラヤの雪男や西欧、北欧、東欧の山の巨人は、 ネアンデルタール人の生き残りだという説もあるが、真偽不明である。雪男や山男以外に、日本では山や川や谷、あるいは平地や家の屋根裏などに、シュズな、妖怪がいると信じられてきた。妖怪と神はどう違うのかというのも、世界の文化の中で見ると、神、精霊、妖怪、怪物などは、連続的に様々なものが存在すると考えられてきた。 太陽には、大海蛇や、人魚や、巨大ハマグリが住んでいるなどとも考えられていた。大海蛇は、体長10メートルを超える、大ウナギ、大アナゴではないかと考えられるが、伝承されているような、体長20メートルから30メートル、あるいは、それを超えるような生物の標本は発見されていない。人魚は、西洋のものは、ジュゴンやステラー海牛を誤認したのではないかと、 言われている。日本のものもやはりジュゴンからこの五人であるとも考えられる。また、日本のカッパはカワウソの五人だという説がある。インカが最盛期において極めて飛んでいたことから、南米の密林の奥に黄金のと、黄金鏡、エルドラードがあると信じられ、長年探索されてきたが、2014年時点でそのようなものは見つかっていない。続進は、 すべてが間違っているというわけではなく、また有害だというわけでもない。人間の持っていた様々な知識は、勘違いや誤認や想像の産物が含まれていた。どのような知識が正確な知識なのか、事実と合致しているのか、あるいは合理的根拠があるのか、これらは実証的な手順に従って吟味され判断されてきたのである。妖怪などは、 実証的に生物の標本を集めていく過程で、そういう生物は標本が見つからないということや、また生物学の進展とともに、実在する生物としては、形態や生態が不合理だとの知見から、妖怪は架空の生物だとなった。しかし、妖怪は人魚やカッパなどのように、別の生物の誤認という可能性もある。世界の生物種には未発見のものが多いため、 架空の生物とされたものが発見され実在する事例として扱われる可能性もある。その一方で、世界的な環境破壊の影響を受け、架空の生物とされていたが、実際は未発見のまま絶滅していた事例が発生する可能性もある。演技が良いとか、悪いとか、あるいは占いの有効性などは、科学的に吟味して、妥当性がある場合とない場合がある。 俗信が妥当かどうかは、科学的な、あるいは合理的な吟味や検証で確認する必要がある。俗信を研究対象にする学問は、民俗学であるが、これらでは、科学的な真偽とは別に、人々がどう考えていたか、なぜそう考えられるようになったのか、という態度で捉え人々の申請を明らかにしようと、試みる。例えば天狗は一般に、 山伏への意図から来るものとされるがその背景に、参上高いに基づく、山学信仰、山人への恐れ、霊魂観、婚弱物語集では、精霊としての天狗が出てくるなどを伺うことができる、わけである。また民族学は、普通一国内での研究を指すことが多いが、より広範な世界的観点から扱う学問に、文化人類学がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。